にちは、こんにちは、松野哲九郎でございます。次回の哲九郎ラジオは6月の14日の火曜日かな、ね、6月の14日の火曜日の12時半ぐらいからお送りいたします。さあ、テーマっすね。いろんなテーマやってまいりました。6月14日もうそろそろ梅雨に入るかなっていう感じで、お家の中にいるじゃないですかね。で、皆様その、まあ、男の人も女の人も好きな家事、嫌いな家事、ね、家事って燃える方じゃないですよ。そのお家でやる洗濯だとか食器洗いだとか、ね、洗濯は好きだけど畳むのが嫌だとかさ、いろいろあるじゃない。それなんかお聞かせいただけませんか。好きな家事、嫌いな家事でございます。決まった。決まってなかったですね。